マリアーネ・ステイン・ブレシェルは、ブラジルの女子バレーボール選手。サンパウロ市出身。ポジションは、ウィング・スパイカー。ブラジル代表。愛称はマリ。表記の揺れで、マリアンネ・ステイン・ブレシェルと記述されることがある。マリは、ロシア人とドイツ人の子孫である。彼女は14歳の時にバレーボールを始めた。ローランディア、ファッカーと、グレミオ・ランドルネンスでプレーした。 その後、オサスクーでプレーした。オサスクーでは、2001、2002、2005年のサロンパスカップで優勝した。2003年のカンペオナートパウリスタで優勝した。2003から4年スーパーリーガで優勝した。2006年、彼女はオサスクーを退団し、イタリアセリエへのスカボリーニ・ペイザロに移籍した。2008年、彼女は、ブラジルのソーン参加ンエターノ。 ブラウゼーゲルに移籍し、コッパブラジルに出場した。2004年に、ブラジル代表に選出され、ワールドグランプリの日本戦で国際試合初出場。代表歴わずか1ヶ月で、ブラジルの主力選手へと上り詰め、アテネオリンピックに出場する。五輪本戦でも破壊力のあるスパイクや、高速バックアタック等で大活躍を果たすが、決勝ラウンドでは、 決定的な場面で連続してミスを犯すなど若さと経験不足を露呈し4位に終わった2006年の世界選手権以降は代表から外れていたが2008年に復帰しワールドグランプリでは MVP を受賞した同年8月北京オリンピックに出場しブラジル女子初の金メダル獲得に大きく貢献した 2010年のワールドグランプリの決勝ラウンドで右膝の十字じ帯を損傷し世界選手権には出場できなかった2011年のパンアメリカンカップブラジル4カ国対抗で代表に復帰した同年の南米選手権ではベストスパイカー賞を受賞した2012年ワールドグランプリで銀メダルを獲得したがロンドンオリンピックの最終メンバーから外れた ありがとうございます。